皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ三段と鳳四羅四段との乃狐対局の模様をご紹介したいと思います。今回ね、今月ね、11月のランキングが発表されたんですけれども、中村三段ちょっとね、ランキングの低い棋士に何敗かしたの で勝率もね、ちょっとね悪かったんですよ。5割ちょぐらいだったんですよね。それでですね、ランキングがね、女流棋士ランキングが5位から6位に落ちましたね。まあ、総合では136位かな。今、それぐらいになってます。はい。それでまあ、この一方ね、これ、鳳四段なんですけれども、まあ、この棋士はそうですね、まあ、ランキングで言えば50位の棋士ですね、この棋士。だから50位ですから、まあ、まあまあの棋士ですね。はい。では、初手から見ていきたいと思います。鳳四段の黒番です。中村さんは2連生ですね、いつもの。しまってね、かかってね。いつもの付け引き定石です。で、三々入ってきました。まあ、定石ですね。まあ、ここ、主張がいいですから、今、こっちに下から跳ねましたね、これね、はい。こう打ってね。切っていきました。で、当たり打って、当たり打って、当たり打って、抜いて。で、一間飛んで守ってね、はい。定石です。で、こう詰めていきましたけど、まあ、ここはね、もともと地じゃないから、ここはね、もうこんなとこ受けないですね。はい、で、桂馬に締まりました。で、桂馬に飛んできたんですけれども、まあ、これも手抜きですね。はい、手抜いて、肩ついていきました。で、張って、一間飛んで、そして、押して、伸びて、押して、まあ、ここでね、2件飛びました。まあ、手抜いてもいいんですけれども、ここ、パッキリって。まあ、安全に打った感じですね。はい。安全に打った感じです。手抜いても、こういうとこをね、行っちゃってもよかったんですけれども。で、まあ、かかってきまして、コスミつけて伸びて、そして、こっちを守りましたね。こっちを挟むのではなく、こっちを守りました。はい。まあ、そうですね。この手はね、ちょっと、なんて言うかな。守っただけの手ですから、こういう守っただけの手っていうのはね、人工知能はちょっと嫌うんですよね。嫌うというか、あんまり評価を、高い評価を与えないんですよね。だから人工知能は、こういうとこよりも、やっぱりなんか、こういうとこ行って、これの石を圧迫しながら、この模様を広げるという、こういうなんか、一石二鳥の手をね、好む傾向があります。まあ、実戦ではこう、まあ、守りましたね、ここをね。で、大ゲイマに打ちました。まあ、ちょっと薄いんですけれども、まあ、で、下がりましたね。隅守りましたね。ここでね。隅を守りました。で、割り込んでいきまして、割り継ぎまして、で、ここを守りましたけども、どうですかね。ちょっとこの辺薄いですから、まあ、継ぐのが本手だったと思いますね。うん。継ぐのが本手だったと思います。ここでは。まあ、実戦ではね、こう打ったんですけども、軽くね。こうつけられてね、意外とこの石、なんか、ちょっと厄介なんですよね。この石もおるし、ここもね、石があるし。まあ、こう言ったんですけれども。で、こう守らないといけないんですよね、ここね。で、これ出られると、どうも、連絡はできないですよね、これ。で、まあ、分断してきましたけれども。まあ、ここでね、まあ、いちいち切らずに、桂馬で、かわしたのは、これはいい判断だと思います。はい。ここでなんか戦って、潰れるよりも。で、まあ、黒もこれを守ってね。今度ここに石があるので切られるとやっぱり有利ですから、これはね、黒が。で、これも、まあ、あれですね。先手ですね。はい。先手で。まあ、これは、保険です。保険の意味もありますね。もしここ封鎖された時、抜けば生きてますから、この一件があればね。そういう意味もあります。で、押さえまして。で、ここでね、ここに打ってね、分断していきましたね。はい。で、まあ、ここでね、黒がね、まあ、こっちにちょっと、まあ、まあ、だって、よそ見をしたっていう感じ。まあ、まあ、よそ見っていうほどでもないんですけれども、まあ、ここに打ったんですけれども、ここではね、やはり正直に、この石は繋がるべきですね。まあ、こんな感じでね、こう言って、まあ、こう言ってね、こう言って、こうやって、やっぱり繋いでおくのは重要だったと思います、ここは。こっち打たずにね。
正直に。まあ実戦ではここに打ちまして、では跳ねて跳ねて継いで継いで、ここ押しが来たので、この石がね、押しが来たので、もうこの辺はちょっと今非常に気持ち悪い状態、ちょっと切れてる状態になってるんですね、すでにこの押しによってね。でまあここ跳ねたんですけれども、ここでここに打ちましたね。でここに打った手が非常に良い周到で、もうここが切れてるっていうこと前提なんですよね。はい、だからもう切ったらもうここは全部地なんだけど、ここで今すぐ切りに行くかってことはできるんだけど、切りに行っても辺に開かれると結局この石取れないから、切ったところで。ということで、あらかじめここに打ってますね、はい、中村さんは。相手がそれを気がついてるかどうかは知りませんけれども。でまあこう下がったんですけれどもね、はい、なんで天竺君こんなとこ打つんだみたいな感じでね。でここでここ打って、まあこの手も一緒の意味ですね、用意周到です。もうここでねしっかりとこの石をね安定させて、そして時期を見計らって切っていこうと、まあそういう手ですね、はい。でこういってね、でここでここ動いてきましたね、はい。でつけて、まあ飛びつけて一応連絡はしましたね、黒は。でこうコスミは先手ですね、これ。まあ当たり打って、そしてここでここ守りまして、で伸びたんですけれども、コスんで、で跳ねたんですけども、当たり打って、で切って抜いて当たり打ったんですけれども、ここで跳ねてしまったのがね良かったです、はい。まあ抜いた手は本当ぬ、これはもうぬるいでです、はい。ここはこれは本当ぬるいでです。今チャンスが来ましたので、これ切ってしまいまして、ここが全部地になりましたね今。まああらかじめここに石があるので、この石動けないじゃない、動いてもいけないですから、はい、ここ全部地で、でここは一応半分は取られてますね、うん、半分は取られてます。つまり、まあ、手番がどっちで回るかですね、こっちにね、はい。生きようと思えば生きますし、全部取られましたねここね、はい。まあ、ここに行くんですけど、まあ、ここはここ、こうやってかわしてね、うまい具合に、うん、かわして。だから、この、実際はこの取った手があんまり良くなかったかもしれませんね。ここで抜いた手がね。だこういう風に行かないといけない。こう大きくしないといけなかったかもしれません。こうやって行って、でここで抜いてね、うん。こういう感じで。しかし、まあ、実戦はね、ここでこういう風に打ったので、ここ切ってしまって、まあ、ここ、今度ここ当たり打ったで、ここ押さえてくれませんよね。当然。当然、これはこうやってかわしていきますね。うん。これで逆転しましたね、ここで。はい。で、ここで押していきます。今度はちょっとここを狙ってるんですけど、まあ、伸びまして、で、抜きまして、まあ、突きまして。で、ここに打ってきました。この手は、もう、パッと見、この石取りに行くぞっていう手なんですけれども、ただ、まあ、あと、またこっちの削減もあるしね、そういう手なんですけど、ただ、この石は、ちょっとこっちも遠いし、こっちも遠いんですよね。だから、うまく、ちょっと、行くのかと、いうのはあります。まあ、実戦では、白はまずこっちを遮断しましたね。だから、黒はこっちに連絡しないといけないんですけれども、結局この石は取れないですね。うん、こういう、この石も弱いですから。まあ、跳ねて、引いて、で、ここでここに打ってきましたね。まあ、これはこっちの方を攻めるふりをして、ちょっとこっちの連絡をはっきりしたと。まあ、足しになるだろうという手ですけれども、まあ、桂馬に滑ってね。で、押してきましたけれども、ここで切っていきましたね。はい。これが、いい判断でした。で、まあ、これぶつかったんですけれども、これはもうこう引いてね。はい。もうここの時点で5がちょっと終わった感じしますね。というのは、もうこれも、これ取られたじゃないですか。2も、ここが、これが。取られたし、またここに来たことによって、これを連絡してしまいましたので、もう弱い石がないですよね、白。一個も。これで全部地ですからね、これ。逆にこれ、持ち込みですからね、これ。はい。この時点でどうもちょっと5は終わった感じしますね。で、まあ、ここを打ってくるんですけれども、まあ、曲がって、先手打って、そして跳ねて、で、まあ、つけるんですけれども、引いて、跳ねて、押さえて、まあ、ここは生きないですね。はい、スペースが狭すぎて。で、まあ、今更になってここを打ってくるけども、遅いですよね。で、こういくんですけど、守って。
まあこう行くんですが、こう行って、まあ、当たり打っても逃げて押し張って伸びてで、まあ切るんですけれども、切られてダメですねこれね、はい。でまあここに打ったんですけれども、当たり打ってここに押したんですけれども、切られてね、この4子取られてしまいましたね、はい。まあ落ち逃げるんですけれども、まあ取りまして、うん、まあこれはちょっと決まったかなという気がします。5はここで、でまあここ押さえてきたんですけれども、まあここ押さえて、まあ、1目抜いて守ってね、ここは行きました、はい。でまあこうつけてくるんですけれども、まあ押して伸びて引いて、でまあここまた動いてくるんですけど、切ってね、まあ抜きまして、まあ出てこっちで押さえまして、で今これ切れないですね、こっちね、こういうふうにいって、ここいってもこういってこれ取られちゃいますから、逆にね。でまあこういった竹筆で並んだんですけれども、それでね、まあこう出ました。今度はまあこういったら、これ主張ですねこれね、はい。今度は主張です、はい。でまあ実戦ではまあ出ましたね、はい。今度は主張ですねこれね、はい。でこういって跳ねて、うん、節をつけてきました。ここ薄いですからね、ここちょっと手がありそうですから、まあ、切ってきて伸びて、まあ一気を確保して、で跳ねたんですけども、ついでこの石は生きてますね。ここにこっち来たら、ここ行けばもう4眼ですからね。でこっち来たらこっちって、まあここに1眼できますので、この石は生きてますね。でまあこう伸びたんですけれども、まあこう突きまして、まあ抜いて取りましたね。結局ここ取りました、うん、やっと取りました。でまあつけてきましたね、こうね、はい。で跳ねて当たり打って、下がって伸びて、でここでね投了しましたね、はい。こういう、まあこの手、ここ以降は、うん、まあそうですね、まあ当たりを打つっていうのはあるんですけれども、これね、うん、まあこう当たり打たれてこういってね、こういってまあこういった時、こう当たり打った時に、まあ、抜けたらこれで、これ生きちゃいますね、はい。あと、まあ、こう、空き三角に行く手はあるんですけれども、これは、まあ、継いでおいて、で、ここを継がないといけないんですよね。黒は。まあ、じゃあ、こうやったら、これ、連絡ですね、これね。はい、ここ連絡しましたから。これがね、まあ、どっちみちも30目以上差がありますので、まあ、こう、投了するのはやむを得ないですね、はい。まあ、結構ね、ランキングの高い棋士に対してね、はい。まあ、解消した、そういう碁でした。はい。以上です。